その程度では素人はごまかせてもこの俺には通じんぞ。ユーリ・プライアに調べさせたところ、職員として勤めていた形跡があるのは1年ほど前まで。その前後に情報機関から引き抜かれたのであろう。断片情報から察するに、この男の所属は国内傍聴機関ワイズの天敵秘密警察だが、まあ危険は伴うが、俺の正体を怪しまれぬ限りこのまま進行を続けるのも悪くない。うまく出し抜けば敵方を探る強力な情報源になる。